ふり散歩。1軒目どうでした？1軒目ね、楽しかったすごい美味しかったです。なんかミャンマーの空気はでも味わえる。そうですね、お店の人が優しかったです。そうですね本当にいい人たちだったいろいろね、料理の説明もしてもらったりしてね。次のお店が、はい、今ちょっとまあこういうコロナ期間なんであれなんですけど、はいはい、24時間営業してる。あ、すごい。あの今は24時間営業してないんですけど。あ、でも いつもはいつもはまあ24時間やってるんですけど、で今朝5時から頑張る。頑張ります。夜ダメなら朝から行けと。朝から行けと。すごいな。夜通しして朝飲みに行くみたいな。あ、中華のおかゆ。中華、中華、香港のなんか多分スーパーとかのそういうショッピングモールの中にあるような、まあ食堂みたいな、うん、感じなんですね。なるほど。この右の通りにベトナム食材屋が、あの赤い看板、赤い看板、あの2階って書いてあるベトナム食材。あ、知ってるかな、うん、これなんか食材専門店で、へえ。こんな駅前に結構まあなんかいろんなお店がちょっと増えて、池袋は結構ちょっと最近いろいろ変わってきていて、うん、ちょっと面白いかしら。前はそういう感じじゃなかったか。前はそこまでこんなに、うん、中国のいろんなお店とか、はいはい、スーパー食材屋とかそんなになかったんです、うん、あ、なかったんだ。なかったですよ。どれくらいからなんですか、その変わってきたなって思ったのって。いや、もう去年です、うん、あ、去年？去年から。あ、そうなんだ。あ、着きましたね。あ、着きました。散歩かゆて。おお。ここの6階にあります。じゃあ、うん、行ってみますか。行ってみますか。すごい張り紙じゃないですか。破れてほしい。ふり散歩。2軒目は、散歩かゆ店さんにやってまいりました。まあ、あの1軒目のお店とちょっと違ってちょっと広々とした店内になっております。うん、そうですね。なんかピカピカですね。ピカピカでねなんかちょっとまたガラッと印象が変わった感じなんで楽しい感じ、うん、なんかじゃあお酒でも頼みますか。そうですね。すいません元気ボタンあるあ、ボタンがあったすいません。紹興酒のソーダ割りを2つ、ちょっとね、メニュー表もね、そう、サービスエリア最後に見たようないいですね、フォントと明かりとソーダ割り初めて見ますね、紹興酒。まあ飲みやすいですよ。あ、なんか大抵このちっちゃいので。そう、ちっちゃくてと大きめに。大きめにね、はい、どれくらい飲みます？1回の飲みで。いや、大体なんかはしご酒するとき 1,2 杯で、あ、なんかサワー系で飲んで、うん、今日ビールがあんま重たくないビールだったから。あ、はい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 。日本のビールってなんかちょっと重たいから。そうですね、お腹いっぱいにすぐなっちゃうみたいな。あと酔っ払っちゃうんで。酔っ払っちゃう、うん、酔わない感じのすごい酔ってますけどね、いつもなんか結構酔った感じを見るかも。あれはね、家帰った時ですね、うん、だからもうなんかホッピーセットの白を 5,6 杯飲むとかね。あ、それはね、それ酔っ払っちゃいますよ。それはビールみたいすごいですね。すごいビールみたいですよ。じゃあまず1杯目、紹興酒の、ソーダ割りを飲みます。いただきます。じゃあ、いただきます。乾杯。あ、美味しい。美味しい。うん、でも紹興酒のソーダ割りはこんなビールジョッキで出んの。いやね、ビールみたいな。ビールもねいいですね。わ、届きました。来た、ありがとうございます。あ、すごい。すごいですね。ね、これ何でしょうね。何だろう。すごい。わ、すごい。あれ、小籠包も入ってるよ。え、マジ？すごい。また歯で包まれた何かが。包まれたやつ。わー、すごい。これ見ないやつですね。これはね、プルンプルンしてて。うん、え、小籠包。これ小籠包っぽい。これ何だろう。なんでしょうね、これ。なんかもうヤムチャスタイルな感じで。ヤムチャスタイル。できたので、じゃあ、はい、じゃあ食べましょうか。食べましょうか。じゃあいただきます。あ、そこも。うわ、エビですね。おいしい。うまい。あ、これ、これ中何が入ってるんですかね。なんかエビが結
構大きくないですか。結構、ね、そうですね、ブリンブリンのこれやむちゃってるんですか。天津、あ、天津だ、天津か、天津スタイル、天津スタイル。あの、ね、私 YouTube でよくこういうの包む動画をずっと見てるんですよ。あ、へえ。おいしい。なんかサクッといけちゃいますね。うん、あ、エビがこう丸々です。丸々一匹入ってる感じです、うん、気合が入ってます、はい、美味しいです。皮もこれ手作りじゃないですかね。かな、なんかね、ね、これ何でできてるんですかね。そうですね、なんかちょっと不思議ですね。うん、なんかいつも思うけど、こう何とも言えない透明感で存在してるから美味しい、ね、何なんだろうと思って。不思議ですね。うん、これいきますか。この下、下ですね、下。なんかね、この小籠包っぽい、うん、これはアチアチですよ。あ、すごいすごい。あ、これはこれ気をつけないと汁が出る系、汁が出る系ですよ、うん、あーあーああああ行きましたこれなんか食べ方あるんですよね。一回その中の汁をだスープ、スープ、あ、すすすすうのかな、でいけるこれ熱そうなんで、多分絶対熱いと思う、ね、これね、うん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 、うわ汁がすごい、あ、汁がすごいです超熱いと思う、うん、熱い、めっちゃうまい、美味しいです。何ですか、小籠包、うんうんうん、小籠包、うん、ほら、もう穴開いてる。え、あ、やべえやべえ、穴開いてたほらすいません、失礼しました、やばいもうあ、小籠包ですね。うん、そう、小籠包スープが、あ、スープが、すいませんもう一個食べてください、ね、あ、もう一個じゃあ、いただきます、うん、いや、結構ね、あのね、タプンタプンに入ってるから、なんか、あ、ほら、そしたら出るからあ、はいはい、こう、上をこう挟むんですよ。あ、ここ。そうそうそう。いけます。それで。あ、こうね。なんかすごい厳しい人みたいな。めっちゃ厳しい人みたいな。ごめんなさい。いやいやそんな小籠包の書の字も知らないですよ。私はすごい ここ掴んでみたいな感じ。すっごい怖い人みたいな。小籠包のなんかいろいろ持ち方あるみたいなんで。違いますよ。あの。レンゲとかね、あれですよね。あ、やっぱレンゲがないからか。そう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 。だからか。うん。本当じゃ厳しいんですよね、こういうとこが本当に。あ、三宅ちゃんが。うん、私が厳しいんですよ、なんかわかんないけど。ああ。人に指図をする癖があるんです。あ、そうなんですか。いや、僕なんか多分、うん、こういうの多分さ、あの多いと思います。すいません。いやいや、大丈夫。壁にポスター貼るときとかもすげえうるさいんですよ、私も。曲がってる曲がってるっつって、ね。ああ。俺とかちょっと曲がっちゃいそうなんで絶対言われますよ、ね、そうみたいな、ちょっとね、あのね、厳しくなっちゃう、はい、まあ今ちょっと2品食べて、うん、じゃあこれちょっと色がね、カスタード、ね、黄色っぽい、カスタードっぽい、うん、カスタードっぽい感じなんですけど、うん、実際どうなのかちょっと食べてみましょう、ね、食べてみましょうか。じゃあいただきます、はい、すごいね、ブルブルなんですよ。じゃあいただきます。あ、うん？どんな感じですか？何が？チーズです。え、チーズですか？でもね、甘いチーズ。チーズケーキみたいなです。嘘でしょ？ね？あ、なんか甘いですね。なんか甘くてチーズの味がする、うん、カスタードじゃなくて、うん、なんかチーズの味がする。いや、美味しい。甘いですね。ね、そうですね、チーズですね。でしょ、うん、そう、うん、いや、これね、結構ね、うん、お茶と一緒に食べたい感じ。あ、
なんかね、コーヒーでも美味しいかも。なんか洋風です、すごい。下行っておきます、ね、下行ってみましょう。これね、うん、甘いの食べたんだけど、絶対これしょっぱい、うん、そうっすよね、しょっぱいからなんか、ちまきっぽいですね。ちまきっぽい、あ、はい、出ました。あ、当たりですね当たりですね。このさ、恒例の葉っぱから出てくる、あ、笹の葉のそう、葉っぱから出てくるあのご飯ですね、恒例の。うわー、いいですね。ね、じゃあ、こちらが中華ちまきです。ですって言っちゃっていいのかな。ぽいぽいぽい、中華ちまきっぽい全部中国語で書いてあるから何が何だか分からないから食べてるな。ちまきっぽい、多分ちまき、はい、ボリュームがやっぱ一個一個満点です ね。あ、でもなんかね、きのことか椎茸とか入ってる。あ、ちょっとね、すごいね、もちもちだからね、取れない、うん、あ、なんかね、はい、これ、私ね、この中華のちまきって、うん、食べたことなかったんだと思った。なんかね、これ葉っぱの匂いがね、すごい、トゥーデってね、めっちゃ中華って感じ。はい、ちょっといただいてみます、うん、笹の葉の匂いが葉っぱない。これ笹の葉 だと思うんですけど別に疑ってないですよ絶対私より知ってるじゃないですか、いろんなこと。そうです、そんな疑ってないですよ私いや、なんか匂いは笹の葉かなと。笹の葉か、これ、うん、うん、美味しい。なんかね、スープっていうかね、結構つゆだくかも。鶏肉王道な感じ。あ、豚も入ってます、うん、なんか豚っぽい、鶏と豚と。これなんて言うんだろう、中国語でね。後で聞きたいですね、日本語さん、ね、でもね、ちょっと通じないからね、英語もできないから分かんない。そう、英語もね、通用してないんですよ。あ、そうか、うん、中国語を喋る人たちが来てる感じだからもうはい、野菜おかゆが到着しました。はい、まあ、ここの名物の一つになってます。じゃあ早速食べましょうか。食べましょう結構、まあ、はい、いろいろこう天津とか食べたり、うん、ちょっと結構油っぽいもの食べたりしたら、ちょっとさっぱりと、うん、じゃあ、あ、どうぞどうぞ。よろしいですか。はい、わー、楽しみ。よいしょ。なんかすごい出汁が効いてる感じ。あ、ほんとだ、美味しそう。いいの、いただきます。これは、あ、うん、ああ、優しいあ、でも葉っぱがね、野菜、ね、ネギっすね。ネギ、なんかちょっと、あ、ネギじゃないな、なんだろうこれ、何なんか思い出せない、なんかあのね、カシャンフチのね葉っぱのね、あれ何なんですかね、なんか春菊じゃないか、春菊じゃないか、これ美味しい。確かにさっぱりしてる、うん、生姜もちょっと入ってますね、うん、生姜が効いてますね、うん、これはいいね。ね、なんかね、本当に不思議なんですけど、あの、うん、中華料理っていうかさ、はい、男のおかゆって、はい、なんかちゃんと味がついてるけど、うん、めちゃめちゃお腹に優しい感じするじゃないですか、はい、すごい不思議で、いや、大好きなんですけど。いや、これはなんか生姜が効いてて、うん、ね、なんか嬉しい、食べやすいというか、うん、やっぱ日本のおかゆと全然やっぱ違いますね。違いますね、全然違いますね、うん、だからここでは朝も5時からおかゆが食べれる。いや、いいの、いいいい、いい、朝ごはんにね、朝ごはんにね、おかゆ、なんなら朝から飲んでもいいですよね。まあそうです飲めるんですよね、朝からね。朝から飲めます。すごいですよね、それ朝の時からだから夜中お仕事した人が朝ここに来て食べるとか、うん、飲むとかいいと思います、うん、いい。オールナイト上映見、すごいオールナイト上映言いますけどオールナイト上映見た後にこれ来たいな。
あ、行きたいですか。行きたい。ここに来て、おかゆで、お朝おかゆを食べて、うん、帰りたい。帰りたい。願望。これ進んじゃいますね。ね。結構どの食べる。ここの名物が。うん。確かに、そう、美味しいです。しかもまあ、うん、ちょっとお腹が溜まっても食べれますね、これは。ね、あついつい見ちゃった、お腹を。ごめんなさい。いやいやいや立派なお腹で。いやいや散歩をかゆて、池袋駅北口から徒歩1分、雑居ビルの6階にあります。ローカル食堂のような雰囲気で、通常は24時間営業、現在はコロナ禍で通常営業とは異なる可能性があるので、詳しくはお店にお問い合わせください。名物中華粥や本格四川やオーナー出身の大連料理、手作り香港ヤムチャなど本場の味が楽しめます。チャンネル登録お願いします。